初開催となった ITTF 混合団体ワールドカップより小さい12月4から10日、中国、生徒、第1ステージを全勝で通過した日本は、第2ステージで中国と韓国に惜しくも敗れて5勝2敗の3位となった。アーカイブ配信、ITTF 混合団体ワールドカップ202312月4日、月曜日から10日、日曜日開催。試合結果、大会日程1番。 混合ダブルス、2番、女子シングルス、3番、男子シングルス、4番 &5 番、女子ダブルスまたは男子ダブルスの5試合で戦う混合団体。それぞれの試合は特殊な3ゲームマッチ、3対0もしくは2 1で決着、で行われ、先に計8ゲームを獲得したチームが勝利するリレー形式となっている第2ステージ第2戦は、世界卓球男子ダブルスチャンピオンのカールソンを擁するスウェーデン、同10位。 と対戦。4番の男子ダブルスで張本智和、戸上俊介、明治大学、ペアがストレートで敗れはしたが、最後は女子ダブルスが干渉して8対5で勝利。続く第4戦ではライバルの韓国、同4位、と対戦。3番の男子シングルスで張本智和がチャーンウジンに1対2で敗れると、4番の男子ダブルスも長本、戸上がストレート負けを喫し、 4-8で今大会初黒星を喫した。大会直前にエントリーが決まった日本は、男子ダブルスのペアが固まっておらず、組み慣れていない張本と上の右利き同士のペアリングで挑んだが、やはり苦戦を強いられる形となった。